王道の犬は、安彦義和の漫画作品。ミスターマガジン1998年1号から2000年3号に掲載された。単行本は、講談社ミスターマガジン KC より、全6巻、白泉社ジェッツコミックス、中央公論新社より、全4巻出版。明治時代中期から、末期の日本、朝鮮、清を舞台に、秩父事件から、日清戦争、辛亥革命までの東アジアの歴史と、それに翻弄された人々の運命を描いた。2000年に第4回文化庁、メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞。虹色のトロツキー、天の血脈と並ぶ安彦の現代史三部作の一つ。本作は王道を目指す、主人公、加納周介と華道を推し進めようとする、風間一太郎の草告を中心に、明治時代における日本の対外政策が描かれている。作者の安彦によれば、作品内の王道と華道の対立という図式は、出版社からの読者にわかりやすい話に、との依頼によるもので、王道の側に、勝海舟を、華道の側に、陸奥宗光を配置する構想は、自身のアイデアだが、加納と風間という、相反する登場人物は編集者のアイデアによるものだという。安彦自身は王道と華道といったように現実世界を単純化はできないし、それぞれの明確な境界線が存在するのかはわからないとしており、作品内のみちのくの描き方について総理大臣を務めことができるほどのスケールが大きい人物。一方、許さざるべき巨悪かといえば、そうとは限らず、その冷徹さには抗しがたい魅力がある。そのため、作品終盤では、情の側に配したと発言している。また、主人公の加納が、孫文の支援者となり、中国の革命運動に関わっていく場面で作品が終了していることについて、作者の安彦は、日本から革命に参加した政治運動家の山田義正のことが念頭に足を連想させるような終わらせ方にしたと語っている。このことについて安彦は連載時に明言はしていなかったが、山田が生前に関わっていた東亜同文会の流れを組む愛知大学の関係者の著書となり、2006年に大学に招かれて講演を行うことになった。掲載誌のミスターマガジンが2000年1月で休刊されたため、作品終盤は急ぎ足の展開となったが、2004年から2005年に白泉社から出版された完全版では、第31話と第47話が新たに書き下ろさるなど大幅な内容修正がされている。完全版の各巻には、鶴田健二、森薫、平野康太、久米田浩二からの推薦文が寄せられた。劇中の時代は1889年から1900年にあたる。1889年、明治22年秋、北海道上川。明治政府による石狩道路建設のための町駅労務に従事していた自由党の加納周介と天中党の風間一太郎が共に現場から脱走するところから物語は始まる。加納は大阪事件に関与し、懲役9年の刑、風間は高田事件に関与し、懲役10年の刑を受け、過酷な重労働の日々を送っていた中での脱走だった。その道中、二人はアイヌ人の漁師、西手の助けを受けると、加納はクワン、風間はキムイというアイヌ名を与えられ、湧別で農場を営む典弘正樹の下に身を寄せることになる。やがて二人は典弘に、アイヌ人ではないことを見破られてしまうが、軍を追われた身だという彼の庇護を受け、アイヌの娘、滝と出会うなど平穏な生活を送る。そんなある日、西手が恋人を救出しようとする、あまりに殺人を犯し警察に逮捕される。加納は、恩人の窮地を前にして何もできないことへの後悔から、裏道でも王道を行く強い犬になるべく放浪の武術家。武田総覚への入門を申し出ると、彼の指導を受けて、柔術の技を磨く。さらに、秩父事件の幹部の一人、飯塚守蔵との再会を契機に、過去の記憶蘇る。1884年、明治17年11月、加納は自由党の総司として、秩父事件に参加するが、圧倒的な武力を有する陳代兵の攻勢の前に、昆明東軍は崩壊し、幹部たちは死散する。さらに一連の激化事件を扇動した大井健太郎の冷淡な態度を目の当たりにしたことで、党幹部に対して次第に疑念を抱くようになる。1885年、明治18年、大井の主導による朝鮮渡航計画及び政府転覆計画が実行に移されることになる。加納は計画のずさんさに疑問を感じながらも、軍資金調達に加わっていたが、渡航直前に計画が発覚。逃亡の最中に強盗傷害事件を犯すため、思想犯ではなく一般犯罪者として刑を受ける。再び1889年、明治22年秋に戻る。加納は彼と同様に逃亡生活を続ける飯塚との対話を通じて、間に正しいと信じられる何かをなそうとの思いを強めると、武田の推薦を受けて、北海道庁主催の大演武武道大会に出場。準決勝で、柳生心眼流の使い手、小野寺十五に完敗を喫するものの、その姿が、朝鮮の開明派政治家、金玉金の目に留まり、彼の護衛役を務めることになり、新たに、関心人という日本名を与えられる。一方、風間は、飯塚と行動を共にしていた山師の宝部数馬を殺害し、男の身分と名を奪う。波動に目覚めた風間は、加納とたもとを分かち、典弘の農場を去ると、東京へと向かい、明治政府の閣僚、陸奥宗光に近づくことに成功する。みちのくは、不平等条約改正のためには、アジアに葉を唱え、欧州列強に対し実力を認めさせること以外に、日本の進むべき道はなく、その施策のためには、金玉金の存在は障壁になると考えていた。1890年、明治23年、加納らの一行は、民主政権の資格を振り切ると、東京へと向かう。そこで、福沢諭吉をはじめとした、金玉金の支持者たちと対面するが協力の約束を引き出すことはできず、かつての幕臣、勝海舟との会談も不調に終わる。そんな中、加納は、農商務省議官となった風間と再会する。金玉金は見限った方がいい、自由民権運動に、大義はなかったという風間は、加納に対し同じように、みちのくの下で仕えることを勧めるが、加納は、言い分は正しいが、そこには、自分の信じる大義はないとこれを誇示する。そのため加納は風合いの手により、石川島監獄に、未決のまま長期拘留されるが、勝ちの取り計らいにより出獄する。加納に、坂本龍馬の面影を乱す価値は、金の唱える三和主義、アジア協調の理想は、彼の下に仕えるだけではなし得ないと説き、自らの支援下で、アジア各国との交渉や、革命運動の支援に携わることを進める。勝ちの肝入りで建造された、新造艦、アジア丸の進水式をめぐり、勝ちから艦長に指名された加納。みちのくから、進水式の阻止を命じられた風間は今見えるが、追い津追われ津の展開の末、無事進水を果たす。加納は、アメリカ留学を希望する風間に対し、北海道で、彼の帰りを松滝を迎えに行くように進める。勝ちの下で活動を始めた加納は、アジア丸の艦長として武器などの物資の密輸や、密航者の保護などを行いつつ、李鴻章や袁世凱らの動静を伺う。1893年、明治26年、新国打倒を目指す秘密結社、三号会に加わり、その縁で革命家の孫文と出会うが、彼との対話を通じて、国家の行く末を決するのは、実力者の動静ではなく、無名の若者や秘密結社員ではないかと予感する。その後、加納は、清の戦艦、定遠において、李鴻章と謁見し、朝鮮の支配権をめぐる戦争回避、金玉金への協力と、両者会談の約束を取り付ける。意気揚々と日本へ帰国する加納だが、金の存在を、三国間の対話の障壁と考える、李の真意を図ることはできない。1894年、明治27年3月、李鴻章との会談のため上海を訪れた、金玉金は、当地で、民主政権の刺客に暗殺される。李の策謀を察知した加納は救出のために追いすがるが、阻止することはできず、後悔の念から李都臣国に対する復讐を決意。東学の指導者、全法順に接近すると、最新式の武器を提供し、東学等の乱を支援する形で、金玉金の成し得なかった朝鮮の改革を推し進めようとする。一方、日本の外務大臣、陸奥宗光は、陸軍参謀本部次長、川上総六と共に、朝鮮の騒乱を引き金に清国との戦端を開く、機会を狙っていた。日清両国は、天津条約に基づき騒乱鎮圧のため軍を派遣するが、同年6月に、朝鮮政府と農民軍との停戦が成立したことでその意義は、失われ平穏は保たれたかに思われた。しかし、みちのくと川上は、増派を決定し、さらに団員軍を担ぎ出した上での開戦工作を進めていた。加納は、勝ちからの密命を受け、団員軍との折衝に関わる岡本龍之介の暗殺を試みるが叶わず、同年7月28日に、両国は開戦へと至る。1895年、明治28年3月、清国の講和全権大臣として、下関を訪れた李鴻章は、会談の帰途に、小山豊太郎に狙撃され負傷する。小山の犯行をそそのかしたのは加納であったが、彼の復讐の対象は日本の全権大臣を務めるみちのくへと変わっていた。みちのくは、李の暗殺未遂事件により、国際世論の非難を浴び政治的譲歩を迫られると、さらに同年4月に欧州列強からの三国干渉という態に直面し、当惑する。やがて加納は、みちのくを暗殺するべく、兵庫県、舞子浜へと向かう。静養中のみちのくの下には、アメリカから帰国したばかりの風間と滝の姿もあった。加納は感激をついて、みちのくと対峙すると、かつて仕えた金玉金のあだと称し、みちのくの外交姿勢は、アジアの友好関係にあだをなす行為であり、王道の理にかなわないと主張する。一方、みちのくは、アジアの不動の盟主と考える清国は友好など、望んでおらず、旧態依然の朝鮮が日本に敵対姿勢を取る限り三国の協調などありえないと主張。仮に、みちのくを倒したとしても、日本の方向性を変えることはできないと説く。その言葉を遮るように加納は、みちのくを手にかけようとするが、その場に駆けつけた風間により阻まれる。その際、滝の面前で誤って、風間を刺し殺してしまい、自らの半身を失ったことを悲しむのだった。時は流れて1900年、明治33年、加納は孫文の革命運動に身を投じていた。孫文は、義和団の乱による混乱に乗じ、広東省慶州三州田での武装蜂起を指示するが、軍事支援を約束していた日本政府は、外交方針を転換し撤回する。同年10月、三州田に残る加納は、清国軍の包囲下に置かれるが、結露を開くべく配下の兵たちに号令をかける場面で、物語を終える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。